いつかみんな近づくなよ。またあんなことはごめんだ。偉そうにもっともっとはあんたのせいだろ。ビクトールよ。わわわ。俺は何にもしてねえぞ。ビクトールよ。お前には目的があったのではないかな。そうともネクロードの野郎をぶっ殺す。私も眠るのに飽きたところだ。お前に付き合ってやる私を抜くがよい。なんだこいつは、剣のくせに横柄なやつだな。嫌ならいいのだぞ。その代わり吸血鬼は倒せぬ。おお、わかったよ。わかったよ。いや、わかりました。行こうか、我が相棒よ。ち、剣に相棒よ。呼ばわりされる。覚えはないぜ。よし、仲間。仲間取った。こっち何もないか。ただの、なんだ、抜けのやつ使おうか。こっちから出ろ。すり抜けの札。自由だ。自由だ。こっちか。ここはどこ？あ、お前、誰だ？おかしいな、どこ行っちゃったのか。戦国の絵巻。そっか、絵巻必要か。この野郎。ここか。この、なんだ、右じゃない。タブナの下のところ。こっちか。あのおっさんどこ行った？死んだか？寝られるかな。寝ろ。寝る。寝ない。なんだ。こっち寝られる。寝るよ。クローンさん。そうそう、クローンを散らてら。クローンたちよいね。すわものほい。つまものほい、俺たちほい。どんなほい、俺たちほい。戦士のほい、おやつでもほい。トイネリララダダダ、はいはい、モルのほいほいほい。ほうほうほう、僕はダメなんだ。まだ一人前じゃないから戦いには行けないんだ。いいやね、俺の奴隷になれ。あ、これはあのおっさんか。おう、タイニー殿、戻られたんか。それでどうでした？ネクロードを倒す方法は？任しとけって。こいつを見てみろよ。おい、あいつ挨拶をしろ。失敬な、人間に挨拶。そっちが挨拶しな。喋るけん、こいつが吸血鬼に。もちろんだとも。吸血鬼ごとき私の敵ではないと言ってる。自信か情なところはそっくりね、あの二人。それは心強い。これから我々はネクロードの城へ行くところだ。八つ目、こんなものを送りつけてきよった。結婚式招待誰のだ。テンガールのだよ。早くしないとテンガールが血を吸われちゃうよ。村長、準備ができました。よし、行くぞ。タイニー殿、我らは一足先に行きますぞ。来い、弱者。僕はダメなんだ、まだいじね。そっか。ダメか。
大丈夫かな、このやつは。回復入れないかな。とりあえずこっち行こう。これはドラキュラの城か。ネクロードの城。ネクロマンサかな。ネクロマンサロードかな。さあな。いましたな、タイニー殿。行くぞ、みんな。戦士の村の力を見せるのだ。おお。おやおや、人の結婚式に浮きを振り回して現れるとは、無礼にも程がありますよ。何を言うか、テンガール。お、娘を返せ。とはいきませんよ。あの娘は私の大事な花嫁ですからね。あの夕日です。あの夕日が沈んだ、あの夕べです。あの夕べが沈んだ時が我々二人の結婚式の始まりです。第二、あなたは解放軍のリーダーですね。あなたを今夜の集客として招待しますよ。夕べが落ちるまでに城の最上階までやってこなければ、テンガールは永遠に私のものです。いいですね。そうそう、この門は招待されたものしか、通れないようになってますから。モノレー、我々をバカにするな。おい、待て。うわぁ。どうやらネクロードの言ったことは本当のようだな。タイニー様、これは罠です。解放軍のリーダーと知って、それで。だが、俺たちが行くしかないようだぜ。タイニー殿、お願いします。娘をテンガールを、あの、過ぎたない気けつけから取り返してください。お願いします。まあ、待ってください。ああ、この弱者聞いた。なんで、お前。隊員様、僕もついて行ってください。お前、邪魔だ。無理を言うな、ヒックス。それに、お前はまだ戦士として認められていない。戦士として認められていないもの。剣に名を持たぬ者は、戦いには出られない。それが、ムルの掟だ。僕はまだ一人前じゃないし、強くもありません。でも、それでも、テンガールをこの手で助けたいんだ。テンガールに約束したんだ。だから、テンガールとの約束だけは、お願いします、タイニー様。人手まといはいらない。ダメだ、お前。お願いします。この通りです。お願いします。ダメだ、タイニーは。お前を死なせたくないんだ。そうだな、死ね。出てけ、お前。テンガールを助けたいんです。約束したいんです。お願いします、タイニーさん。ダメだ。タイニーは私からもお願いします。彼を連れて行ってあげてください。私が彼を助けますから。クリオス、ダメだ、お前。もう死んでもらう。死ね。この役に立たないやついらない。まあ、しょうがないね。済んだね。ああ、ありがとうございます。ヒックス、ここへ来るんだ。はい。お前のその言葉を待っていた。聖戦士クリフトの息子の一人、戦士の村のヒックス。お前を戦士として認め、ここに剣に名を持つ。しかも、を与える、そして新しき
戦士が生まれたことがみんなの喜びとならんこと。大工さん、お前もこれで戦士として認められたことになる。お前の勇気、それこそ戦士にふさわしいテンガールを頼む。ありがとうございます、ゾラック様。自分の剣に名をつけるが良い考えであるかい。はい、剣の名前だけは前から、もう何年も前から決めていました。行くよ、ヒックス。テンガールが待ってるんだろ。はいはい、ヒックスがパーティーにやりました。じゃあこの3人捨てられない。夫婦か、いや夫婦かなり強い。この忍者2万のやつか、めんどくさい。このなんだこれ、このヒックスはなんだ、 S か、これは L、 しょうがない、知らないから S のやつかな。これ L、 M のやつ、いや2人の S、 もしこの A、 これも S、 フリックかな、フリックしてる、しょうがない。このヒックスなんだかわからん、出られない。意味わからん。このヒックスなんだ、これ S、 ヒックス何、いや、これ、ヒックスは S、 やっぱり S、これ。クソやろ。憎き恋。タイニー様、お願いです。一刻も早く。自由だ。敵はほい。ほいほい。まあいいか。なんでロードそんなに長かった。クラッシュ。されたと思った。うん、こっちか、地下室。もう幽霊、このヒックス強いか弱いか。弱いでしょ。ああ、いやいや、死んだ。強いのやつ。ソーラーゾンビ。ソーサーゾンビか。声がかかる。地下室なんだ、宝。セーフポイント。それは仲間か。ゾンビ仲間になれるか。1時間か、いやいや、10分くらい。このゾンビの仲間になれるか。声がかかる。友達から映画に行かないかと声がかかりました。声を振り絞る。候補者は声を振り絞って、ゾンビ仲間、ヘルフルヘルム、ゲヘゲゲゲ、お前らいいこと教えてやろうか。教わることはなどない。ゲゲ、絶対お前ら損したぞ。ゲゲゲゲ、教えてください。ゲゲ、ただじゃ嫌だな。じゃあ、100ポッチ。ゲーゲー、これだけじゃないしょう、だけど森の中でも夜だけでなく仕事の間も我らが王を称えよと、ネコロード様はいつも我々に言うだんな。ゲーヘヘ、300、ゲーヘ、これくらいだとじゃないしょうだけど、ゲーヘ、ネコロード様はよく自分のことを
夜の王と言っているぞ。一万。これはにくれるならじゃあ内緒だけど、クロード様はなぜか三階の呪かの絵は右から二番目の絵からいるな。三階の目。その後はな、右から三番目の絵を見るな。じゃあ絵を見るな。そうか。こんなにくれるなら、じゃあ内緒だけど、実はニックロード様は、デベゾ、ふざけるな。怒られたんだな。じゃあ お金は返すんだな。返した。何400か。いや、わからん。もう仲間だと思った。役に立たないゾンビ。三階の絵見る中、声を振り絞る。候補者は声を振り絞って、街頭の人々に投票に頼みました。奴ら死んでいるね。そろそろ回復しなきゃ。声を振り絞る。候補者は声を振り絞って街頭の人々に投票を頼みました。声を弾ませて。声を弾ませて。彼女は新婚旅行について声を弾ませて話しました。特攻か。じゃあこの絵か。これ大丈夫か。これは2番目。ノルシガトの少女という絵があります。鑑賞しますか？2番目とか。これはパズルか。声を弾ませて。彼女は新婚旅行について声を弾ませて話しました。タンスだめ。それタンスか。わからない。だから。まあ、ちょっと休もうか。その後このパズルやる。それとも、まずはパズルか。どこでセーブしたかわからん。今セーブしたか。いや。かなり弱いこの幽霊たち。この二人死んだか。まあ薬使おうか。今やるか。はい、する。口。2番目ダメ。
ダメか。一番、二番か。マロニエの森という絵があります。鑑賞しますか。する。ユルギオというが、鑑賞しますか。する。夜の王という絵があります。鑑賞しますか。それはいいか。ダメか。4番だけかな。のゾンビなんと言ったわからん。忘れた。最初はこの2。その後1。あと、最初はこれかな。これ1、次はこれじゃないね。多分2、そうだな、2、3、1、4かな。これはクソね、クソパズル意味わからん。ノーラ、これはヒントか。タイトルはヒントかな。あ、夜。よし、これはヒントな。夜は最後か。あ、分からないけど、どうでもいい。めんどくさいから。声がかかる。声がかかる。なんだ、聞いた。頼む。声がかかる、頼むかな。バッセンか。そうだな、まあ、あの薬は安いから全部すか。バッセンじゃない。まだだから。アースブーツ。アース、なんだち、キューブーツか。ケツじゃないね。これ、まあまあ見よう。多分これは目的地かな。多分。この、逃げられる。逃げられた。残りの宝、ボスまで行こうか。緑の絵の具。絵の具。ダメだ。そうだな、あの、絵の具のやつ。なんだ、地図のため。地図。逃げられるか。逃げられない。これはランダムじゃないね。逃げることはランダムじゃない。声を弾ませて。彼女は新婚旅行について声を弾ませて話しました。声を潜める。医者は感謝の奥さんに声を潜めて診断の結果を告げました。死んだ、あの弱者、あの邪魔者、死んだ。声を殺す。彼は声を殺して秘密を打ち明けました。やっぱりあの邪魔者、死んだ。最初に死んだ。どこから聞いた？邪魔虫、死んだ。まあでも体力高い。トロのやつ悪くない。悪いだけはあの弱虫。落とせ、なんだ。ブーツ。捨てるか。アースブーツが
使える。トウシューズ多分使える。トウシューズあげる。ほら、トウシューズ。この影のやつは、アース、影のやつ。フルヘルムかな。アースブーツ、よし、アースブーツ、立て使えない。誰がフルヘルム持っている？フルヘルムのやつ誰？これ影使えない、ヒックス使える。忍び服誰だこれ、ヒックスか。ハルフヘルム、火の盾、トウシュ、これタイにあげる。このフルヘルム、ヒックス、シルバーレット、シルバーレット、あれこれ、これシルバーレットか。ヒックスはフルヘルム、あ、トウシューズ、そろそろ回復かな。あ、まだまだボスにない。これなんだ、ゾウか、ユニコーン、ユニコーン興味ない。クソユニコーン、ユニコーンゾンビ、これゾンビか。あー、やだこれ。あの、トラスよい。要するにポッチ。そっちの何か。こっち、これ目的地か。こっちは来た。今わからん、迷子になった。あ、こっちから、あ、こっちしかないね。よし行こう。これは安全な場所か。彼は声を殺して秘密を打ち明けました。声を困らせる。父は僧帽の病気。これボス戦か。やっぱりボス戦。まあその前に薬か。誰が持っている薬。ピクル、大丈夫大丈夫、これはいいかな。ちょっと休む。